こんにちは、堀口めです。はい、ということで今回も私のキラキラ大学生活を紹介していきたいと思います。まあね、ぼっちの一日だったと思うんですけど、今日はね、違います。なんとぼっちじゃない一日です。やったーやった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 。ということで今これは授業が終わって友達のところに向かっている途中でございます。はい、トク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 歩いていきますね。足元はこんな感じです。このスニーカー友達に褒められました。嬉しい嬉しいです。可愛いでしょ。どこ映してんの、どこ映してんの。これがレンガです。これがね、メインストリートなんですよ、長門キャンパスの。だいたい人ここにいます。あ、人間違えました。はい、声かける人物間違えました。ごめんなさいごめんなさい、作業中にご飯食べる。これ分からへん、パンか。でもご飯か、どっちでもいい。はい、友達です。可愛い黄色の服、この服大好き。あ、このカラスいつもねここにおるねんな。じゃあご飯、そう、この下のゴミ箱を狙ってるみたいです。はい、だ何だよ。ちょっとね、気分が違ったのでパン屋さんに行きます。全部携帯で撮ってる。ここを曲がると入り口があります。裏口かな、やっぱりここは。食堂から直接行ける場所です。なんかどっかで見たことある感じのマークですよね。はい、こんな感じの品揃いです。わー、美味しそう。そして本日のパンがこちらです。ドーン。これでだいたい何本ぐらい?700円ぐらいかな、忘れた。めっちゃ綺麗なね、芝生があるんですよ、ここに。これ食堂の裏です。イエイ。まずは牛乳を一口。そしてこれがね、つくねバーガーです。この時初めて食べたけど、めっちゃ美味しかった。多分今からうまって言うで。これ予言です。言います。うまっ。うまっ。めっちゃうまい。つくねバーガー。初めて見た。ちょっと一旦置いて。一旦置いて。これ。カレー食べる。これがエッグカレーパンです。なんかカレーパンの間に目玉焼きが挟まってるやつ。あんま人おらん。いただきます。エッグカレー。うまっ。骨入ってないかね。うん、そんなにカレー入ってない。そんなこと言わないでください。とっても美味しいですよ。自分も食べた。食べた、食べた。卵ばっかり、うん、卵パン。目玉焼きパン美味しい。目玉焼きは半分にカットしてあるので、これ。そんなことも言わないでください。お願いしますよ。暑いな、移動しよう。移動した。ちょっと本当に暑すぎたんで、あの、うん、木陰に移動しました。めっちゃいいわ。めっちゃいい、めっちゃいい。やってるのバレんし。これなんか友達も私も食べ始めると無言になるので、こっからしばらく多分喋らないですね。多分やっぱりちょっとね、あの、友達と喋りたいみたいなので、あの、切ります。多分、はい、多分切ります。楽しみから切ります。あの、小映えです。映さないでください。ごちそうさまでした。いつの間にか食べ終わってるんですけど、もう一個のパンは、あの、塩パンあんバターってやつです。美味しかったです。美味しかった、美味しかった、ほんまに美味しかった。ちょっとここもね、あの、ゴミしか映ってないですけども、だって捨てよ。あ、いた、いた、手挟んだ。ほんまにどんくさいですね。これ、これ、こっちからよ。で、入ったとこと別のとこから出まーす。どこなん？そして、
生協にやってきました。生協にはなんと OMU グッズがたくさんあります。欲しいよな、それ買いました。なんか買っちゃいました、可愛くて。おやつタイムです。友達の忍者飯、もう食べてるな、空いてるな、風がで、ペンペンで、私のピュアラルグミ、これどうで、アジサイがとっても綺麗に咲いてました。今日の動画終わりです。ありがとうございました。ありがとう。この動画が少しでも良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。この猫大好きです。